武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それではですね、東京理科大学の生物の勉強について話していきたいと思います。こちら生物ですが、新方式、センター併用方式ですね、とあと、基礎校と、理工で出題されています。で、まず新方式の、生物に関しては割と基礎、しっかり仕上がっていればできるような問題なので、まあ、理系標準問題集が、仕上がっていて全体的に、問題解き終わっていれば、十分合格点が取れるかなというので、正確な知識を、持って、テンポよく解いていけば十分対応できる問題となっています。で、クセ用なのがそれ以外の一般の、方なんですが、ここの理科はですね、生物だけじゃないんですが全体的な特徴として計算問題が多いっていう、ところが特徴になっています。で、他の理科は、まあ、あの計算をそもそもやってるからいいんですが、生物で計算が多いっていうこと自体がすごく独特なのでかなり面食らうとは思います。で、計算でも要求されること自体も割と、なんていうか普段聞かれないような計算を求められたりもしますので、計算はここの過去問で結構対策しておかないと、問題集だけやってても取りづらいかなと思います。なので、まずはここの過去問に徹底して慣れることを心がけるようにしてください。で、問題集のレベルとしては、理系標準問題集しっかり仕上がっていれば大体の問題対応できますが、まあ、それだけだとちょっと厳しいなっていうケースの問題も出てくることがあるので、まあ、追加でやりたい場合には重要問題集や、標準問題成功などをやっておくといいかなとは思います。さすがに考える、問題100あたりまではやらなくていいかなっていうふうには、思いますので、まあ、基本的には理系標準問題集、徹底的に使いこなすプラス過去問で、十分対応はできると思いますが、それだけで対応できない場合には追加の参考書を足すという形ですね。だからとりあえずここの問題はもう過去問やり込むのが非常に重要で、あとはその、まあ、苦手範囲作らず、まあ、あの問題量自体も割と多いので計算スピードとあとは知識もそうですけど、まあ、あのどれだけ早くちゃんと正確に解けるかっていうのは、まあ、どの教科でも割とですね重要なことなので、スピードアップを、しっかり測ってですね、入試の時間内に必要な問題全部解ききれるように心がけてください。以上が東京理科大学の生物の勉強法となります。